会社を起こして3年、社員が半期を返した給料とボーナスをこれくらい上げてほしいと欠板状を差し出し聞いてくれなければ皆がすぐ辞めるという京セラの創業者稲森和夫さんは若い頃こんな経験をした社員を自宅に連れ帰り3日未晩膝を突き合わせた 社員は結局残ってくれたがこれを機に稲森さんは「会社の理念を変える」「自分の技術を世に問う」から「全従業員の物心両面の幸福を追求するに」にインタビュー本「考え方一つで人生は変わる」で振り返っている「京セラを世界企業に育て」 情報通信事業に参入経営危機器の日本航空を再建したその手腕の基盤となったのは「鹿児島」という「距里」を同じくする西郷隆盛の言葉だった全従業員の幸福追求に改めた社の理念も西郷の座右の銘「経天愛人」に通じると講演で述べている。 稲森さんは南州王医君を何度も読み返し、人生や経営の指針とした。西郷に教えを受けた庄内藩士がまとめ、配布した原稿録である。思わず想像を巡らす。庄内人の手で医君がならなかったら、稲森さんの90年の人生や日本経済は、 どんな道筋をたどっていただろう。